1月30日水曜日、時計の針が午後5時を回りました。 79.2 レインボータウン FM ミサヨのふるさと自慢アジ自慢の時間がやってまいりました。早速お客様ご紹介いたします。目の前にお座りでございます、宮城県東京事務所次長の桜井達夫様、お越しいただいております。ようこそお越しいただきました。宮城県東京事務所の桜井でございます。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。そしてですね、宮城県と言いますと千葉先生、はい、はい、ようこそお越しいただきました、はいはい、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ねえ、今加山玲子さんの阿蘇の山、はい、これ先生の曲ですよね。そうですね、え、はい、もうこういうところでね、私も初めてちょっと聞いたんですが、しっとりして、はい、熊本県阿蘇の様子を、はい、教員、音楽の講師やってる時に、はい、体育の先生が詩を書いて、それを僕が作曲した育文館学園っていうところがあるんですが、そこで10年ぐらい音楽講師をやってました。はい、そうですか。それで作曲しました。ねえ、いいですね。雄大な阿蘇のイメージがね、うん、はい、そうですか、ね、ありがとうございます。はい、まだ今日はもう応援ということで、ね、宮城県の応援をぜひ、ね、先生していただければと思うんですが、はい、桜井さんね、はい、もうちょうどもう2年近くなります、はい、3月の11日の地震がありました、はい、でその時のですね、被災っていうのはもう仙台じゃない、宮城県全体がですね、とても被害を受けてます。その時の様子等をですね、ちょっとお話しいただけますか。はい、はい、ちょうど、まあ、2年前ぐらいになるんですけれども、うん、平成23年の3月11日の14時46分頃でした。はい、まあ、マグニチュード 9.0 という大きな地震が発生しまして、はい、それはですね、震度でいうと震度7ということになるんですが、はい、その後に起きた津波、発生しました津波で、はい、大きな被害を東北地方を受けております、はい、それで宮城県ではですね、はい、亡くなった方が1万人以上、1万人、はい、それで現在も行方不明の方がですね、1300人以上という状況が続いております。でこれはですね、まあ、宮城県、県民200万人以上いるんですが、県民200人に1人がですね、犠牲になっているというような状況でございます。それから現在、家をなくした方がですね、仮設住宅の方に入居しておりますけれども、この方々が10万人以上まだ仮設に住まれているというところでございます。はい、それで、それもですね、県民に、平均にするとですね、約20人に1人が、はい、住む場所を失ったというですね、かなりこれは未曽有のですね、はい、今までになかったような、災害だったということがお分かりいただけると思います。はい、それで、はい、その津波もですね、まあ、公表上は仙台で 7.2 メートルとはなっているんですが、はい、最大遭上ですと 26.1 メートルということですので、こんなところまで津波が来たのかというところまでですね、はい、津波が来たというような状況になっております。はい、でこの地震に当たりまして、はい、震災に当たりまして、はい、宮城県それから東北地方ではですね、世界それから、国内の方々から多くの、ご支援をいただいております。宮城県でございますと、災害ボランティアで延べ55万人以上の方に来ていただいております。それから義援金とか寄付金とか多額のご支援をいただいているということでございますので、この場をお借りしてですね、感謝申し上げたいと思います。本当にありがとうございます。はい、ね、私たちもね、何ができるかということを一生懸命考えてます。ただ頑張れ頑張れは私毎回言うんですが、言えるんですね。でも頑張れは頑張ってるんです。だから頑張れは言えないんですね。私たちが何ができるかということを国民というか皆さんがですね、一人一人が考えていただいて、自分のできることから一つ一つですね、お手伝いができればいいなって、そういうふうに考えてます。そうですね、はい、で今ですね、宮城県の方からですね、宮城県の、ね、大和町でしょうかね、の方にですね、丸屋鮮魚店というのがございます。そちらの方にですね、高槻、様にですね、お電話がつながっております。で、そちらのですね、当時の様子なんかもですね、ご本人からちょっとお伺いしたいと思うんですが、高槻さん、こんにちは。あ、こんにちは。よろしくお願いいたします。こんにちは。はじめまして。はじめまして。大変でしたね。そうですね、何事も全部初めての経験だったんで、はい、
なんすかね、もうすごいですね、はい、すごかったですね、すごかったですね、はいはい、それで海苔の養殖ですとか、はい、牡蠣の養殖も宮城県の方は盛んなんですが、そうです、はいはいはい、被害とはいかがだったんですか。もう被害はね、まずもうとにかく全部その流されてなくなったっていうところですよね。もともと育てる漁業というか作る漁業が非常に技術も生産量も盛んでしたので、はい、それにその携わっている、ね、その漁師さんの数もかなりいたんですけど、はい、まあまあそのものとかですね、あとはその漁師さんそのものもその人的被害っていうんですかね、はい、かなりその悲惨な状況ではありました。で現在は高槻さんのお役目というのは、はい、はい、私はもともと一応丸屋鮮魚店って言いまして、はいはい、普通の鮮魚店名前は鮮魚店なんですけど、はい、直接その漁師さんから、物を仕入れて、はい、で直接お客さんに、まあ、それがお店だったり、はい、直接消費者の方だったり、それにこうパイプ役つなげる役目の仕事をずっとしてたんですね、で今回この災害の時に、やっぱりそのまず物ないので、はい、まず自分の仕事っていうよりはその浜の人たちがいかにしてその復興していくか、っていうことにできるだけその協力しようと思って、そのパイプ上げですよね、その物の流通とかじゃなくてまず人と人をこうつなげていって、はい、そんで今までにないそのネットワーク作りに、まあ、協力っていうほどのものじゃないんですけど、まあ、できる限りその人と人とこう合わせてですね、はい、でその力になろうと、そういうポジションをずっとしてます。ありがとうございます、はい、もう今はだいぶ復興が進んでるんでしょうか、はい、それとも、そうですね、まあ、復興っていうほどの復興ではないんですけど、はい、でもその全部流されてもともとそのなんていうんだろう、若い人たちも生産者結構いるの で、はい、でベテランの人と若手とこう、はい、この災害を機にですね、はい、そうまず一つになっていってるんですかね、はい、いろいろこうぶつかり合いながらもですね、はい、とにかく早くそのいいものを作ろうということで、はい、で、まあ、海苔なんかはその皇室に献上されるその素晴らしい有名な海苔もありますし、うん、でこの牡蠣も種牡蠣って言って全国の牡蠣の産地にその牡蠣の子供を提供しているようなそれぐらいの、はい、漁業者漁場がいっぱいあるの で、 まあ、年明けましたけど去年ようやくその生産ができたと、まず第一歩を踏み出したというところですかね、はい、去年やっと去年なんですね。そうですね、まあ、大変だったと思います、はい、これからもですね、ぜひですね漁師さん、はい、人と人と の、 つながりのですね、はい、輪をですねどんどん高槻さんの方で進めていただいてですね、そうですね、私たちができることは、お手伝いできることしかありませんのでね、いえいえ、またおっしゃっていただければですね、はい、また情報等をいただければお話ができるんじゃないかと思いますので、はい、まだ大変かと思います。どうぞ頑張っていただいてですね、まあ頑張っていただいてっていうかあんまりそういう言葉は言いたくないんですけどね、はい、それが力になりますから私たちも、でもね、一緒にね、そうですね、一緒に寄り添ってもう本当に一緒に復興にですね向けて立ち上がっていきたいと思います。本日ありがとうございました。帰ってありがとうございました。ありがとうございます。ね、もうやっぱり涙が出てきちゃいますね。一人一人がですねこうやって本当に被災にあった一人一人がですね、何とかして立ち上がっていこう、自分ができることからやっていこうというそういう気持ちでですね、今やっていってるんじゃないかと思うんですがね。先ほど、ね、1週間前ぐらいの写真も見せてもらったんですね。なおさら今の話とよくわかります。はい、実は、帰る機会がありましたので、はい、27日の日曜日にですね、はい、石巻を長い行ってきました、はい、それで何枚も撮ってきたんですが、はい、その前の両方ですね、これは、はい、石巻の中瀬というところですね。それで白い建物がありますが、これが石森漫画館でございます、はい、それで上が震災前でございます。それで下が震災後ということで、これが日曜日に撮った写真の場で、はい、まあ、雪が降ってですね、かなり寒々としてるんですけれども、見ていただく
くとやっぱり立ってたものがなくなっていると、そこには何も立っていないという状況でございますので、復興、まあ、2年は経ちますが、復興はまだまだと、あの計画、いろんな計画はですね、あの進んでおります。それから皆さんの合意を得てですね、計画も進めることになっておりますが、まだその目に見えるような状況ではないというところではあります、はい、ですね。あの先ほども申しましたように、私たちからできることからね、そうですね、さんね、はい、やっていければねいいなとは。日本人忘れやすいから、ね、ここに寄せて、そうですよね、はい、そしてですね、私ねさっきから気になってるの、この子ポスターお団子、はい、をひっくり返したような、こうお団子じゃない、おにぎりをひっくり返したようなねえ、可愛くない？ネーミングなんか名前あるんですか？ね、名前が結び丸と言います。宮城県の観光キャラクターでございまして、まあ、おむすびと、顔はおむすびですね、はい、それであの兜かぶってます。これは伊達政宗の、伊達政宗、可愛い、はい、みんなでみんなでおもてなしだそうです、はいはい、全国大型観光キャンペーン中ですということですので、ぜひですね、観光のですね PR もちょっと桜井さんしていただければと思うんですが、そうですね、こちらにもございますように、はい、あの仙台宮城デスティネーションキャンペーンということで、今年の4月から6月の3ヶ月間、はい、あの JR さん、東日本さんとですね、はい、ご協力をいただいて大型キャンペーンを開催いたします、はい、まあ、あの春の季節ということで、季節は春でございますので、桜がメインになりますので、ポスターの方もピンクを使っている、ね、ということ、はい、あと私も実はあの、はい、ピンク色のですね、はっぴを着て春ですよ、春ということで、ここだけ春、私だけ春という状況なんですが、あのさせていただいて、この期間仙台に行っていた、まあ、宮城に行っていただければ、このような形でですね、あのおもてなしをさせていただきますので、ぜひあの宮城に来ていただければと思っております。はい、そうですね、はい、あの知事さんもですね、このパンフレットに一役買ってらっしゃいますよね。そうですね、はい、それであのこちらのパンフレットが実はですね、震災後あのやっぱりあの悲惨な状況でございましたので、そういうところに行ってですね、はい、あの見ていいのだろうかという方々、かなりの声を聞きました。そうですね、ですのが、あの来ていただくと、あの被災した方もですね、お話しするしていただいたりすると元気もらえたりいたしますので、ぜひ来ていただきたいということで、こういうパンフレットを作りまして、村井知事も左上ですね、ここにですね、あのドーンと、買う写真を載せさせていただいております、はい、それで例えば当時、被災した方がボランティアでですね、はい、語り部ということで、当時の状況を語っていただいたりですね、はい、その方があの被災地を案内したりとかということもですね、はい、ボランティアでさせていただいておりますので、はい、ぜひですね、そういう体制整えておりますから、はい、あの被災地見ていただいて、はい、まあ、あの復興の状況を見ていただくということと、はい、それから帰っていただいてですね、ご家族とかお友達にまだあの建物も建っていないんだよというところを、伝えていただいてですね、あの皆さんにまだ復興はもうちょっと時間がかかるということをですね、あの知っていただければなというふうに思っておりますが、そうですね、ぜひ来ていただきたいということ で、こちらのパンフレットを作らせていただいております、はい、そうですね、人の交流が早いからですね、そうですね、ね、落合先生もね、自分のご自分のもうふるさとがこの被災にあって、まあ、心を痛めたかと思います。どうでしょうね、あの先生の松島の方でしたよね、そうです、うん、松島もね、も水浸しですよ、水浸し、腰まで使っちゃった水がね、すごかったですね、ねえ、一日もね、早く復興を願ってですね、はい、もう日本全国の方がですね願っております、はい、ありがとうございます、ね、食材王国宮城、はい、はい、笑顔サク旅伊達な旅、いいね、伊達な旅っていいですよ ね、いいですね、ありがとうございます、キャッチコピーが、ぜひお筆、あと宮城米もねすごく、ね、食べが美味しいんですよね、こちらの方はそうですよね、もうで、あの一人でも多くの方がですね、宮城県のものを求めていただく、はいはい、そしてですね旅に出て旅行、まあ、家族、はい、ご家族とかですね、皆さんで出かけていただいて、復興の状況を見ていただくとか、その語り部の方にですね、まあ、あの震災当時のことをですねお話を伺ったり、そうすることがあの復興の第一歩かなって私たちも思いますのでね、ぜひですね、また桜さんね、ぜひスタジオ来ていただいて、その後のですね復興の様子とかもですね、途中途中で入れていただければと思いますのでね、もう千葉先生も来ていただいて、はい、ありがとうございます、リスナーの皆様もね、そうですね、伝えてほしいですよね、ぜひ直接の方がいいですね、そうですね、私たちの口じゃなくてご本人の口からね、ぜひその復興の状況なんかもまたお知らせいただければと思います、はい、そしてですね千葉先生、はい、
いい曲がありますね。そうですか、あれ何でしょう、もうこの曲をですねぜひですね皆さんに聴いていただきたいと思う曲なんですが、はい、北見薫さんでですね、これは先生の作曲ですね。そうです、はい、千葉哲也が作曲、北見薫さんが歌っています。北の岬を聴いていただきたいと思います。はい、本日ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。どうも。